グ周りとか厨房機器の隙間とか、幅気をつけない場合床壁の取り合いとかっていう風なところを、壁とか床とかのこう最後の仕上げる部分っていうのをみんなでやっています。来週ペンキ塗りをしたいので、それができるようにですね、今日完成させたいなと思っています。頑張るぞ、よろしくお願いします。いっぱい来てるんで、ね、僕がだんだんやることがなくなってちょっとサボってるわけじゃございません今どうしようか、自分の仕事どうしようかなと思って。すごい、まだまだ、これからです。まだ楽しんで、しかもこう素早く動いてくれたので、こうガンガンみんなで進めれたんで、だいぶ助かりました。ハッピーはね、大丈夫だから。ありがとうございます。気をつけて。野菜なんだ。あれいいね。純子、これ入るの？なんかね、なんか微妙な話してたけど。こん中で食うの？うん、っていう話もしてた。ああ。清水建設にいます。あ、そうなんですか。あ、だからこれやった。やった。え、ちょっともっとやった。早く言ってる。岡田さんが大地がいないいないって言って今困ってる。すごい外観可愛くて。すごいずっと興味あったんですけど、なかなか来られなくてだったので、父川本陽一、清水建設の大工さんと来てみました。いいんじゃないですか、住み具合いろいろ思うところがある。いや、それはもう我々とは違うから、プロと、ね、素人さん、うん、それは全然違う話だから。とっても良さがあるもんね。良さがあると思う、うん、ありがとうございます。ありがとうございました。昨日の続きで、こういった穴が開いてたり隙間がある部分の、をどんどん埋めていくような、どんどんこう人海戦術でボードをガンガン張るっていうよりは、細かい収まりとかを今仕上げていっているところです。主に、2階チームでそれぞれ各個室で動いていて、1階は、キッチンの端材を利用した仕上げと、間仕切り壁を既存の建具を利用しながら作るっていうのを今やってます。来週ペンキ塗りをしたいので、それができるようにですね、今日完成させたいなと思っています。頑張るぞ、よろしくお願いします。神戸から来ました。神戸のゲストハウス運営してます。思い出をお客さんに語れたりとか、あの写真見返して、あ、1年前こうだったなとか、あの時こういうのあったなとか、すごい思い出すことができて、すごい DIY で作るっていうのは一番ゲストハウスに向いてるんじゃないかなと、はストーリーが生まれるっていう感じはしますね。 OK、 言ってください、言ってください。広瀬さん、ボブ君、また素敵だね。どう思います？ランダム感がいいね。あ、OK ランダム感いいよ。あ、横窓通り大丈夫言ってくれ。 OK、 本当ですか。ここ今日飲食はやらないです。すごい広くて、どんな風になるのかなみたいな、楽しみですね。しげちゃんがこう色のこう、なんていうんですか、指導というか監修というかしてるみたいなんで、それめっちゃ楽しみですね。町のバックアップ体制もあって、こんだけいろんな人が関わっている状況があるのがやっぱ強い、すごいなと思って、なかなか僕の地元だとそう、こういう風にはなかなかならないので、どうやったらこういう感じのことできるかなと思いながら、ちょっといろいろ参考になるなと思って、はい、見させてもらってます。実は網走で民泊やってるですね、原口さんからいただきまして、長芋、美味しい長芋なので、せっかくだからここで調理をしてお昼に出そうかなとはい、思ってます。めっちゃ美味しいよ、さっきからつまみ食いしてるけど。泊まるスペシャル長芋。そう。泊まるスペシャル長芋。あ、おいしい。半生もおいしい。あ、本当に？うん。マジで。マジ。あ、はいはい。長芋おいしい。すごい。あ、生でこっちしてくる。長芋美味しいですね。お邪魔します。今ちょうどですね、壁を最後貼るところと、このなんだろう、こういう最後のところを壁貼ったりとか、すごい綺麗にするような作業が今日はメインだなと。この間の解体ワークショップが初の
リノベ体験で今日が2回目、作る方は初めてですね、はい、今の段階からいろんな方がですね携わっていただけるような施設になってるんで、それ通りにですね完成後もいろんな方が出入りするようになればいいのかなと思います。穴開けて、あ、なるほど、やってくれるんですよ、はいはい、印だけ作ってくれれば自分で開けなくても、そうそう、向こう、そうそう、で今日初めてです。いや楽しいですね。だからなんか引き続きこういうのがあるなら参加しようかなって思います。こういう厚みや高さの違いを慣らして仕上げるのが難しい、収まりというんですか。既存改修ならではっていうのはありますね。あと新規に作ってもらった間仕切りでどっち優先するかで面をどっちに合わせるかを指示までできてなかったからこうなるっていうのはありますね。で、間仕切り壁のこの2倍材って規格が海外のフィートじゃないですか、フィートの規格なんで、これ多分120画のいわゆる105画だから 2.5 寸画であれば105画の105×例えば45の下地をやってもらってたらこっちとこっちが面で合ってくったんだけど、そういう違いもあるってことですね。そうそうそう、まあ基本的に2倍で作っちゃうよってことだったんで、今それをどうレベル吸収するかを考えてるってところですね。これをね、物置にしたいんだって。あ、これをこのままにして、なんかこの上は合板で台にしちゃうんだけど、棚3段ぐらいつけて、あ、あったら便利ですね。うん、そっか、でそのパイプを切らなきゃならないんだ。だからこれ邪魔になるでしょ。あら、大変だ。これなんか酒屋さんの仕事がでも落ちたか。来てるんでね、僕がだんだんやることがなくなってきちゃった。ちょっと指示が的確だからいいね。本当ですか。いや次々やってもらわないとね、せっかく来てもらったのでね、できるだけ体験してもらった方がいいかなと。サボってるわけじゃございませんで今どうしようかな、自分の仕事どうしようかなと思って、トゲを押してみてもらって今回3回目参加させていただきました、すごい楽しかったです。どんどんなんか家になってるのが分かって、すごい楽しみです。ありがとうございました。私は2回目で参加させていただいたんですけれども、すごいなんか皆さん力を合わせてどんどん出来上がっていって、すごい面白かったです。ありがとうございます。すごいすごいすごい、まだまだこれからです。これからです。かっこいい、出来上がり楽しみにしてます。うわかっこいい。自ら貸すのね。そう次は今日もノルマ、俺の今日のノルマこれだとかね。素晴らしい。ここ縦長でボードを立ってもらう、はい、あ、これ上でこう、あ、なるほど。でこれ残しちゃっていいんですもんね。これが枠でボードに当たるようになってるんで、この幅間に入れてもらって、はい、オーケー。こっちはこう L 型で
前回の参加者さんも来てくださって、楽しんで、しかもこう素早く動いてくれたので、細かい収まり部分でビスとかを打たないといけないところもこうガンガンみんなで進めれたんで、だいぶ助かりました。二段ベッドとか造作ベッドを作るので、それを次回お伝えしたいと思います。僕の方1回をやってたんですけれども、この、枠を頑張って作って、この後ここに縦具が入ってこう行ったり来たりできるような形になります。あと、まあ、壁が若干残ってますけれども、1階部分は、ここと、それから入り口周りですねがまだ残ってるんですけど、それ以外はほぼ形になってきてるんで、この後はどんどん塗装とかに入っていけると思います。前半はねちょっと人少なかったんですけど、後半からドドッと、人数が増えてですね、急に作業がはかどりまして、もうすごく進みました。本当に皆さんありがとうございます。できれば本当にたくさんの方々に参加してもらいたいし、もう、まあ、助けてって感じです。僕はもう僕本当に辛い。辛くない。なんとか皆さんの参加お待ちしてます。よろしくです。はい。今まではね、なんか図面上とか模型上で見てたものが実際リアルにこう分かるようになったっていうのは本当にすごいなと思うんですよね。あとはまあ来週ね、ちょっとペンキ塗りがあるので、そこまでになんとか作業終わらせられるように頑張りたいと思います。例えば2時間だけ来ましたとか、本当にちょこっと顔を出してくれたとか、そういうのが嬉しいので、まあ、引き続きそういうふうに皆さんがちょっとね、立ち寄れる、ちょこっと立ち寄れるような、なんかやってるかもしれないとか、ちょっと来たからせっかくだから顔を出したみたいな、そんな形で温かい宿になったらいいなと思います。あなた輝く街テレビ、ロートテレビ、間違いにやるからね。